スモークパープはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身のラッパー、歌手、ソングライター、音楽プロデューサー、ヒップホップミュージシャン。スモークパープは2014年9月23日にリル・オミノスとの最初のミュージックビデオをリリースする。そして2016年にサウンドクラウドでスキーマスクとアウディがヒット。後にサウンドクラウドラップと言われるジャンルの第一人者となる。 スモークパープは2017年9月28日にミックステープデザターをリリース。ビルボード200で42位を記録する。スモークパープは1997年5月15日にイリノイ州シカゴで生まれる。スモークパープとその家族は3歳の時フロリダ州マイアミへ移住する。スモークパープはプロデューサーとしてキャリアをスタートさせる。 友人であるリルポンプトラップを始める。サウンドクラウドでの成功で高校を中退する。ライブでのスモークパーププロデューサーとしてキャリアを高校生で開始させたスモークパープは機材を買う資金がなくラップを始める。最初の曲は2015年にサウンドクラウドでリリースされる。だが品質の問題で削除する。次の曲はフロリダのラッパーである。 XXX テンタシオンとのライブオフ、エ a リックである。この曲がきっかけで高校を中退する。2017年3月、スモークパープは、インタースコープレコードとアラモレコードと契約を結ぶ。2017年3月9日には、ツイッター上で、デビューミックステープをリリースすると発表。3月14日に、デザターというタイトル名と発表する。 スモークパープは2017年5月にアウディをリリース。このシングルは2017年10月時点でサウンドクラウドでは2500万回、スポティファイでは3300万回の再生回数を記録。2017年9月28日にデザダーをリリース。チーフ・キーフ、ジューシー・ジェイ、トラビス・スコットなどのアーティストが客演。ビルボードを200では42位を記録する。 このミックステープをリリース後、トラビス・スコットが主催するレーベルカクタス・ジャック・レコーズと契約を結ぶ。2017年11月8日に MTV の TV ショーである TRL に出演。そこで、マーダー・ビーツとのジョイントミックステープブレス・ヨ・トラップをリリースすると発表する。その後、123や Do Not Disturb のシングルをリリース。Do Not Disturb は、リル・ヨッティ。 オフセットが客演。ブレスヨトラップは2018年4月13日にリリースされる。2018年9月には初の来日公演が決定している。東京公演は行ったが、大阪公演はキャンセルとなった。スタジオアルバムミックステープ。ありがとうございます。